白井氏は、日本の社会思想史や、慶応義塾大学名誉教授、経済学博士、妻の白井明子も、社会思想史や、1930年、東京府に生まれる。戦時中の学徒動員などの経験を経て、旧制麻布中学卒業後、1948年、慶応義塾大学経済学部予科に入学。翌年同大学同学部に入学。 社会思想史の平井新経済学史の高橋誠一郎を師と仰ぐ。その後、同大学大学院経済学研究科の修士課程、博士課程で学び、1958年3月、博士号を取得。そのまま、慶応義塾大学経済学部に採用され、1996年まで40年に、わたって教団に立つ。その間、 1974年から1975年には、アメリカのバージニア大学、1990年から1991年には、イギリスのオックスフォード大学で研究したほか、外遊経験多数。ロバート、応援協会、日本18世紀学会、日本共同組合学会、社会思想史学会など多くの学術団体の創立にも関わった。 慶應義塾大学退職後は、帝京平成大学で教鞭を取った、英米の社会思想史が専門、イギリスアナキズムの思想家、ウィリアム・ゴドウィンの研究から出発。さらに、ゴドウィンの妻、メアリウルストン・クラフトの研究を通じて、女性解放思想史の研究も開始する。これらと、並行して、ロバート・オーエン及び共同組合主義の研究を行う。 1970年代以降、アメリカ社会思想史の研究にも手を広げ、応援派やシェーカー教徒の建設した歴史的、共同体の研究やアメリカ合衆国、第3代大統領ジェファソンの研究を行った。1990年代から、慶応義塾大学のゼミナールの学生と共同で、戦争経験を語り継ぐ作業を続ける。慶応義塾大学退職後も、 大学正門前に研究室を借りて、研究を続け、文書、遺跡、当事者たちの証言などを通じて、当時の慶應義塾大学の学生たちの戦争経験を掘り起こす貴重な記録を多数交換している。ありがとうございます。